どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室のガーズでございます。はい、本日はアーカイブアップロードのご紹介になります。アーカイブアップロードというのは、過去にガズレレで取り上げた、テーマの動画をこの後このままシェアするという、そういう流れになっております。今回の動画はですね、ウクレレってやっぱりこうリズムがすごくこう大事で、よく8ビートとか16ビートとかいろいろあるじゃないですか。これをですね、ちょっと面白い考え方でドラムで使って、ドラムってあのドラムですよ、これを再現してて、私のね、ハニーさんと一緒にね、セッションして、すごくね、面白い、もう自分で今見てもすごいいい動画だなと思うんで、ぜひね、これ週末、この週末リズム、このウクレレの右手ってドラムだったのっていうのを体験していただきたいと思うんで、すごく面白い動画をこれ後シェアします。リズムの勉強、まず考え方を変えるのが結構早いかもしれません。イメージが変わるだけでだいぶ違いますからね。はい、それではそのリズムの勉強になるような、あ、そういうことだったのかってこう気づきを得られるような動画、ガズレレ動画2019年の動画になりますけど、それでは皆さんご覧ください、どうぞ。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ちょっと面白い企画というか、今日ゲストを迎えております。はい、ゲストでございます。この方はどなたかと申しますとですね、私のハニーでございます。妻でございます、小杉さんです。今日はどうもありがとうございます。彼女にウクレレを弾いてもらって、私がいつも常日頃言ってるやつですよ、こうウクレレのリズムとか、まあギターもそうですけど、何を再現してるかっていうと、これですよ、このドラムのフレーズをね、右手で再現してるんだって僕よくね、言うじゃないですか。はい、でウクレレのリズムを弾いてドラムと合わせて、本当にそういう風にそういう関係性なのかをちょっと実験してみようと思います。ちなみに小杉さんはですね、このガズレレ YouTube チャンネル初登場じゃないんですよ、もう3回目です。はい、以前ね、出てもらった時はこのウクレレストラップの作り方を公開したりとか、まあウクレレ座布団とかね、そういうのをね、作ってる動画を YouTube のガズレレ YouTube でもやって、その時の映像をこの辺にリンク貼っておきますので、そのストラップ作りたい方そこ見てください。小杉さんに弾いてもらいますからね。で、彼女が弾くリズムをガズさんがこうドラムでその通りに再現してみるというか、一緒にセッションしてみようという企画でございまして、はい、まあ、今回使うウクレレ、このベトナムで作ってるウクレレピックアップ付きのこのサンプルで作ったやつを使いまして、お届けしようかと思います。で、今日のねやるリズムはね、ここにザッと書きましょう。まず8ビート16ビート3連の16ビート、レトロビート、ロカビリービート、いっぱいあるな、疾走ビート、レゲエビート、この辺の関係性をこうウクレレの右手のストロークとこのドラムの関係性を今からやってみましょう。わかる、大丈夫そうですか？頑張る。はい、今ね一生懸命練習してみたんですけど、やっぱりね、リズムはね、やっぱ皆さんもご存知だろうけど難しい。で、そのねガズレレでいうそのかっこいいリズムのいろいろというやつ、リンク貼っとくんで、このやつを今再現しますからね。このリンク先はねガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろんな弾き方なんですよ。それを1個ずつドラムと合わせて検証してみましょうということなんで、はい、やってみますよ。で、この感覚が分かると自分の中でもこう、なんていうのかな、右手でドラムをやってるんだっていう、このなんかテンションが上がるじゃないですか。そのイメージを持ってもらおうと思ってやろうと思います。それでは行ってみましょう。それでは、ドラムの席に着きました。スティック持ってます。で、うちの奥様小杉さんがまず8ビートの「チャ」をね弾きます。ゆっくりねやってもください。で、やってる時に、ドラムが途中で入ってきますから、その感じをちょっと見ておいてください。じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。最後のジャカジャンバでこう再現してみましたけど、こんな感じなんですよね。小杉さんが弾いたのはジャンチャッチャンチャッチャンジャンチャッチャンチャッチャン、これをドラムでやると全く一緒でしょ。で、チャの位置がチャ、ちょっとやってみてください。チャ、これがこれになるわけです。そういうことになります。こういう風に頭の中でこう考えながらこう曲を演奏する。だから右手でね
リズム、ドラムを叩いて左手でコードを押さえて歌を歌うわけですから、もうほんと一人楽団みたいなもんです。じゃあ次のリズムどんどんいってみましょう、はい、次はね、じゃあ16ビートのチャイいきましょうか。ちょっとこれ皆さん難しいね、チャレンジしてる方多いと思うんですけど、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォみたいな感じです。今の場合は、まあ、口で言いますと、ジャンジャンチャカチャジャンジャンチャカチャカジャンジャンチャカチャジャンジャンチャ、ドラムでやると、まあこれ全く一緒のことでございまして、まあたまにねこうドラムだと、まあ、アレンジを聞かせたりとかするんですが、基本的には今のドラムをこの右手で、右手一本で再現しているというのがこの16ビートのチャでございます。かっこいいですよね。やっぱりいいですよ ね、はい、このイメージを持ってて、ちなみにですけどね、細江さんもドラム叩けるんですよ。でもちょっと今日お互いやってみたら、あの全然叩いてないんで、まあガズさんの方がドラムいいねってことになったんですけども、はい、じゃあどんどんいってみましょう。次はちょっと難しいあれです。安室奈美恵ちゃんの曲で出てきた3連の16ビートいってみましょう。3連の16ビートちょっと練習した方がいいんじゃない、大丈夫ですか。ちょっとやってみて、どんなやつか。はい、思い出しました。ジャカチャチ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 ャパチャパチャカチャ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 チャパ、これ難しいんですよね。ちょっと小杉さん頑張ってくださいね。じゃあ3連の16ビートのドラムと合わせてやってみます。どうぞ。どうですか、これドラムでやるとこういう風になるんですよ。ドンツダンツドンツドスクバンツドンツダスクドンツドスクバン。かっこいいですよね。はい、どんどんいきますよ。これやっぱ皆さん気づくでしょ、これ右手どれだけここでロマンテックなことをね、この奥義なこのドラムセットのことを右手一本で表現してるわけですから、楽しくなってました。じゃあどんどんいきましょう。次はレトロビートです、はい、これは渋いですよ。ちょっとドラムもどんな風にしようかちょっといろいろ考えてるんですけど、じゃあどんなやつかちょっと小杉さんにお願いしましょうか、はい、いいですか。はい、レトロビート、はい、いきます。困るやつなんですけど、まあ、ダンダパンスタパンダンダパンスタダンドゥンドゥルンパンスタパンドゥンドゥルンパンスタパン。これドラムもね、いろいろアレンジができるんでね、まあでもこんなイメージですよ。でこういうね、あの右手でねこうやってるっていうイメージよりこうワイルドにこうドラムをねやってんだぞっていう感じでいきましょう皆さん。いやー、楽しくなってきました ね。はい、じゃあ次、ロカビリービート、これは小杉さんもねちょっとなかなかやったことなくて今ちょっと練習してたんですが、どんなやつかちょっとやできるかな。でん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 
ロカビリービートみたいなね、3-3-5-3さ、 C の時は1弦の3と5、 F の時は2弦の1と3、 G7 の時は1弦の2と3、まあこれなんとなくフレーズを感じ取ってください。じゃあこのレトロビート、じゃあ C と F と G7 でちょっとコード回しながらレトロビートはやっ、あ、じゃあ、ね、ロカビリービートをやってみましょう。じゃあお願いします。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォロカビリービートはちょっと難しい。サンダ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 ン、これやっぱフィフティーズっぽい、こうモンキーダンスとかね、こういう踊れるやつ、ドラムはもうやっぱりドン、こんな感じがいいと思います。ちょっと私もあんまり上手じゃなくて申し訳ないですけど、このノリね、このフィフティーズオールディーズな感じが出るかなと思います。これを右手で再現してるんですよ。よし、じゃあ次、いよいよ、あ、これもいいビートです。疾走ビートです。これはよくガズレレでもあるロックバンドとかパンクロックのね時に出てくるやつですけど、どういうリズムか、ドゥドゥダドゥドゥダドゥドゥダと、こうカオチャを使わずに強弱だけです突き進むっていうイメージのやつ。じゃあ疾走ビート、どんなビートか、小手さん、ちょっとまだあのものにはなってないんですけど、彼女もね、え、今日はこういう企画ということでですね、疾走ビート頑張ってちょっと弾いてみてください。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、1,2,3,4ビート。これはですね、これはドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥなんで、この太鼓のねドラムの パターンはその人それぞれで、例えばあの YOSHIKI だったらきっとドドタトドドタトってやると思うし、こういろんなパターンが考えられるんですけど、まあこのやっぱ基本はグイグイ前のめりにいく感じですからね。はい、このドラムのがドンパーンドドパーンとこう進んでるイメージを持ちながらやる。これだけでね、こうやっぱこうテンションが上がりますしね、エネルギーが曲に増えますからね。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、何がなんだろう、いや、じゃあいよいよね、大詰めになってきます。レゲエビートとスカビートをちょっと今度ねやってみようと思う。なんだけど、レゲエとかスカっていうのはドラムと直接的にはシンクロしてないんですよ。だけどこの感じをちょっと分かってもらおうと思うんですけど、まずじゃあスカからやってみようか。スカっていうのはチッチャッチッチャ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 ッみたいな感じ、チャッパチャッパ。ではスカビート軽やかにいってみようと思います。小瀬さん、お願いします。はい、1,2,3,4のビートになります。レゲエビート、これは南国をイメージしてゆったりリラックスしてる感じで ねやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
こんな感じです。どうでしたか皆さん、このドラムセットとこのウクレレでいろいろこのリズムね、このウクレレの右手で何やってるかって言ったらこれをやってるわけですから、そうやって考えたらロマンティックでしょ皆さん。そういうイメージが大事ですから、音楽はね、やっぱりドラムをこの右手で再現してる。もう何回もそればっかり言ってるんだけど、どうでしたかね今日は。ね、楽しかった。楽しかった、ね、やっぱね、リズムってね、やっぱりここ体から持っていかないといけませんからね。皆さんこんなね、思考ですよ、思考やってみてください。音楽がまあこんなことで、またちょっとイメージ変えてね、もっと楽しくやっていきましょう。小杉さんもいろいろ活動しております。フェルケイトっていう YouTube チャンネルやってるんですよ、DIY のね、こういうなんか縫い物とかそういうやつです。この辺リンク貼っときますので、小杉さんの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日は企画ものでしたけども楽しかったです。また会いましょう。さよなら、バイバイ。さあどうでしたか、ウクレレのこの右手のこのリズムってこれドラムだったんだって気づけたんじゃないかな。だからこそこうロックでもなんかな、ロックでもポップスでも J-POP でもこのリズムっていうのすごくやっぱ土台に感じられる、これがキーポイントになるんじゃないかなと思う。自分で撮っときながら、いい動画ですねこれは。本当にまず頭のね、感覚を変えるっていうのがね、結構音楽をこう高める早道かもしれないということでシェアしてみました。皆さんぜひご活用ください。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって、無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。